ジェフリーリー・ラッセルは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウシカゴ・カブズに所属するジェームズ・ラッセルは息子。1979年の MLB ドラフト5巡目で、シンシナティ・レッツに、入団1983年8月13日の、サンディエゴ・パドレス戦でメジャー初登板初先発し、1失点完投勝利を挙げた。 1985年からはテキサスレンジャーズに所属。1988年に初の二桁勝利を挙げ、オールスター初出場を果たした。翌1989年からクローザーに転向し、38セーブでアリーグの最多セーブに輝いた。1992年のシーズン途中にオークランドアスレチックスに移籍。以後、ボストンレッドソックス。 クリーブランドインディアンスを経て、1995年からレンジャーズに復帰した。1996年限りで現役を引退した。r u s s e l l e x c i t e d f o r f i r s t b i g l e a e s t a r t c u b s c o m ハッ発動ガスト十三 1983サンディエゴ P-A-D-R-E-S-A-T-C-I-N-C-I-N-N-A-T-I-R-E-T-S-B-O-X-S-C-O-R-E-A-N-T-P-L-E-Y-P-L-E-Y-B-E-S-E-B-E-L-L-L-R-E-F-E-R-E-N-C-E.GOM、e、ハットトップコテキサスレンジャーズセーブズリーダーズエイファンズルックヤフースポーツありがとうございます